ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車が718ボクスター GTS、 2019年式2万900キロ、こちらの車両になります。はい、いい車が入ってきましたね。入りましたね。そしてもうボクスター GTS、はい、ケイマン GTS もそうですけれども、はい、避けては通れない、はい、GTS どっち買うの問題を、そうですね、はい、まあできれば2台比較してやりたいと思うんですけども、ね、はい、まあなかなかそういう機会もないので、今回まあご紹介させていただくのが 2.5 リッターの方で、後から出た4リッターの方、中古相場なんかも結構な開きがあるみたいで、そうですね、200、300ぐらい違っちゃってるんですかね。はい、大きいとなんか300万円ぐらい開いてますよね。そうですね、はい、今回ちょっとその辺を視点に入れてご紹介させていただきたいと思います。はい、でまず GTS なんで、はい、まあかっこいいですね、やっぱり。そうですね、まあ専用のエクステリアになってたりだとか、はい、で GTS かなり装備がいいんで、そうですね、はい、まあその辺でも、まあ、ポルシェの場合それぞれグレードの良さがあるんで、はい、まあもちろんそれぞれファンがいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、やっぱり装備の充実具合でいくと、はい、GTS って結構マストだなと。そうですね、GTS をおすすめしてるケースが多いかなと思います。間違いない感じしますよね。はい、でまあ、エクステリアもかっこよくなってますし、はい、そういった装備も標準装備のものが結構多いんで、はい、まあその辺なんかもおすすめできるかなと。はい、そしてサクサクっといっちゃっていいですか。いいでしょ。はい、はい、早速横に回っていくと、横も GTS 豪華なんですよね。豪華です。まずホイールが S 比、はい、プラス1インチの20インチが標準装備になるということで、20インチ迫力ありますよね。あります。はい、こちらが標準装備になってる。はい、いいですね。でタイヤも今回2万キロなんで、まあ若干そうですね。ヨーロッパタイヤにあるあるのオゾンクラックがわずかに見えますけれども、はい、全然溝の方はまだまだある感じですよね。はい、まあこの辺気になる方がいらっしゃれば、まあホイールの交換ごと、そうですね、その方法もあると思います。ごめんなければお勧めできますので、お気軽にご相談いただけるといいです。あと今回これスペーサーがちょっと入ってます。そうです。こちらですね、ちょっと入ってます。絶妙サイズの5ミリぐらいが。そうですね。入ってちょっとだけ出づらが調整されてる。してますね。はい。まあこの辺もいかようにでもできますからね。できますね。はい。まあこの辺もご相談いただけるといいんじゃないかな。はい。あと車高の方も GTS だと1センチダウンになってるということで。1センチ、はい、もともと低くなってます。はい。かなりスタイリッシュに見れるのかな。でオプションでなんかパッケージ入れるとさらに1センチ下がるということで。下がりますね。はい。あとは GTS 装備がいいっていうところなんですけども、PSM。標準装備、標準になってますね。そして PTV も標準装備、トルクベクタリングですよね。あとなんかそのトルクベクタリングに機械式 LSD も含まれているということで、まあその辺の走りなんかもやっぱり GTS 非常にいいかなと。で GTS のロゴも入ってたり、はい、いいですね。そしてあとはなんといってもボクスターですから、これからの季節最高じゃないですか。もう最高ですね。僕乗りたいです。はい。MeToo です。で実際こう夏場になっちゃうとやっぱりちょっとこう、そうですね、逆に乗りづらくなっちゃったりしますけど、この時期がいいと思いますね。春秋最高ですね。なんでこんな感じになってると。でスタイリングはやっぱりいいと思うんですよ。なんかいいです。結構クーペベースのオープンカーって割とこうお尻が大きくなってたりとか、ちょっとこの辺の辻褄が後からこうオープンにしたんだなっていう形になるじゃないですか。それがやっぱりケイマンボクスターだとやっぱりそういうのがない。そうですね、スタイリッシュですよね。なのでこの辺はもう都内に乗っていただいても峠でもサーキットでもどこでも似合うスタイリングかなと。そして後ろも同じく20インチ、そして後ろもこれ後ろはちょっと3ミリぐらいですかね。これちょっと薄かったと思いますね、後ろの方は。スペーサーで本当に絶妙に、本当につらい位置にも究極のところで調整してる感じですよね。こんな感じになってます。そして後ろに回っていくとこのスモークテールもGTS 標準ということで、はい、後ろのスタイリングもスタイリッシュになっております。なってますね。で今回ウイングもこう上がってますけれども、はい、ウイングもちょっとこの可変のウイングもついて、エンブレムもマットブラックのタイプ、はい、こちらになっていると。そしてあとスポーツエキゾーストも標準装備ですよね。標準になってますね。はい、GTS ということで、はい、この黒いテールのスポーツエキゾースト、音は4リッターと 2.5 リッター、だいぶ違うところだと思うので、そうですね。はい、この辺聞いてみたいと思います。はい、続いて内装を見てみたいと思います。はい、内装も今回の車いいんですよ。そうですね。結構 GTS だとアルカンターラなイメージですけども、今回内装全部レザーの、黒いレザーでまとめられた感じで、シートもこのパンチングのレザー、そしてなんとシート、この後紹介しますけど、シートヒーター、ベンチレーションもついてる。なかなかオプション充実してる個体もそうですね、少ないと思うんですよね。ですよね。というわけでシートもまず豪華になって、そしてアームレストもレザーの、そしてそのままダッシュボードのこれドリンクホルダーの蓋、はい、ここもレザーになってるということで、なんで非常に内装がまとまっている感じ。そしてステアリングもレザーのステアリング、あるかないんですね。あるかないんですよ。逆になんかちょっとスポーティーな感じというよりかはラグジュアリーな感じでなってますね。本当に街乗りも最高かなと。そしてメーターなんかも GTS 専用のメーターになってたり、こんな感じのインテリアになっております。続いてじゃあ乗ってみたいと思います。板尾さん、次乗ってみます。そして乗る前にいいですか、いいでしょう、教えてもらったんですけど、ポルシェあるある、この辺の年式ですかね、ここが浮いちゃうんですか。そうですね、ちょっと浮いてきちゃいますね。これでもそんなにバカバカになってないですか。バカバカにはなってないんですね。これがちょっとこう、わかります、これこんな感じで浮いてきちゃう。なんかレザーパッケージだと構造が違ってそもそも浮かない、そうですね、素材が違うみたいで浮いてこないんですけど、ちょっとこのノーマルというか標準でついてくるものですとちょっと浮いてきちゃう。でひどいのだとなんかこう隙間が見えちゃうぐらい、見えてきちゃうぐらい空いちゃうっていう話ですよね。なんかもうがっつりくっつけちゃうか交換しかないってことなんですけど、今回の車はそんなに目立つ感じではないかな、感じではないんですけどね。中古車選びされている方なんかはこの辺見ていただくと程度がわかるかなと。そして乗り込みたいと思います。そしてスカーフプレートも GTS って入ってて、シートもまあ、若干使用感ありますけども、そうですね、ちょっとやっぱり2万キロ走ってますので、やはり若干こう、まあ、なんですかね、革のこうへこみというか、もうちょっと見受けられますけれども、まあ綺麗な方だとは思います、あんまり助手席とこう差がある感じではなく、ではないですね、まあ言われれば、ちょっと使用感あるかなぐらいかなと、そして乗ってみたいと思います。いやーもう最高です。そしてこの屋根開いてると乗り込みやすい。いいですね。結構こう A ピラーもこう来てるじゃない。だからケイマンボクサーで乗りやすさ全然違います。違いますね。まあそもそも開けて乗り込むっていうのはあんまりないと思います。あんまりないですけどね。そしてステアリングもレザーのタイプということで、でマルチファンクションもしっかりついてて、スポクロも標準装備なんで当然これもついてると。残念ながらボタンはないですけどね。ボタンないです。こちらのタイプになってます。ステアリングいいですね。だいぶいいですね。そしてこの辺はおなじみなんで、飛ばしちゃいますけれども、なんかこの辺の年式からポルシェトラックプレシジョンとかっていうアプリでなんかありますね。サーキットのサポートしてくれるようなものがそのまま使えるということで、この辺はいいですよね。飛ばしちゃいますね。そうですね。一通りラジオとジュークボックスと Bluetooth って感じです。そしてシートヒーター、ベンチレーション、そして今回一番最初に言った方が良かったですかね。いや、いいんじゃないですか。なんとマニュアルということで。これ良くないですか。そうですね。結構マニュアル縛りで探してる方もいらっしゃると思います。いますね。でなんか0、100のタイムなんかはやっぱり PDK の方が早いですね。そして燃費に関してもわずかにですけども PDK の方が有利ってことなんですけど、この操作感とマニュアル、今 EV でエンジンの車なくなるとか言われてるじゃないですか。言われてますね。その前にマニュアルが先に消滅すると思うんですよ。そうですね。でそこでのマニュアル選べるのもそろそろ最後かなと。なんでこの辺かなりセールスポイントになってくるかな。あとギア比も結構違うんですよね。違いますね。もちろん7速 PDK と6速マニュアルで違うんですけど、なんかギア比もかなり違うということなんで、この辺乗ってインプレッションしたいと思います。そしてリアのウイング上げ下げだったりスポクロだったり、この辺も全部ついております。で屋根の開け閉め、この辺はちょっと飛ばしちゃいますね。何度もご紹介させていただいてるんで。そしてアームレストこんな感じで、相変わらずの平べったいタイプ、もう何も入らないですね。お財布もちょっと厳しいですね。そうですね。携帯電話って感じだと思います。そしてペダルは、まあこの辺も何度もご紹介させていただいてるんでおなじみですけども、このステンのカバーがついた、操作部にはちゃんとゴムがついているタイプ。改めて乗ったんですけど、少しこう左に、特にフットレストが結構中央の方にある感じになっております。そして天井関係はこれ天井もこれレザーですね。これレザーですね。そしてバイザーはこんな感じで相変わらずのビニールでございます。まあポルシェ内装もカスタマイズ無限大ですからね。そうですね。そして今回の車はドライブレコーダーがこちらのタイプのドライブレコーダーがついております。続いてリア側のトランク見てみたいと思います。そして先に白状します。本当に最近までサワサワってして開くの知りませんでした。でリアに関してはさっき教えてもらいました。これエンブレムのところ、ここをサワサワってすると開くという。これ触らなくてもいけますね。そうですね。ということで、そしてトランクの方が125リッタートランク、使用感ほとんどないです。ないですね。なんでこの辺なんかも非常にコンディションのいい個体になっております。ボクスターだとやっぱりこう前後でトランク使えるんで、使いますね。かなりいいかなと。続いてフロント側のトランクも、でフロントもここをサワサワってすると開くということで。これ多分ポルシェ乗りの人からしたらそんなのも知らないのっていうなりますね。これコンフォートアクセスがついてないとできないですね。ない機能なんですよ。そしてフロント側はちょっとトランク大きくなって150リッタートランクということで結構大きいですね。そうですね。なんでまあボストン2個ぐらいは入りますね。詰めるのかなと、こんな感じのボンネットになっております。続いてトーカレー見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。男の人はいいんですけどね、女性の人は嫌がりますからね、オープン。ああ、髪の毛が。髪の毛とか、あと紫外線とか。確かに。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。いつもボクスターケイマン紹介するときに、はい、エンジンルームもバカみたいのがないんで、はい、エンジンルームの紹介が抜けちゃいますけれども、はい、改めて、ね、はい、一応エンジンの方が 2.5 リッター、水平対向ですね。はい、で S プラス15馬力の365馬力、はい、でトルクの方が420ニュートン、はい、なんか PDK だと430ニュートン、30ニュートン、そうですね、トルクのちょっと違いがあると、はい、で今回の6速馬にある、はい、そしてこの辺が何でパワー出してるかっていうところなんですけど、はい、なんかコンプレッサーのちょっと径を変えて、はい、大容量のコンプレッサーにして、なんかインマニーだからチャンバーなんかもちょっと違くて、あと可変ジオメトリー式のなんかそのコンプレッサーになってて、はい、まあターボラグがもう極力ないようなエンジンになってるそうです。で音に関してはやっぱり4発だと4発サウンドしますね。はい、そうですね、4発っぽい音ですよね、やっぱりね。そうですね、はい、3000回転ぐらい前ですか、はい、ちょっとスバル車みたいな、はい、トコトコトコっていう、はい、そうですね、はい、ただレスポンスめっちゃいいんですよ。めちゃめちゃいいですね、はい、レスポンスはいいです、はい、めっちゃいいですよね、はい、そして行く前にもう1点だけいいですか。どうぞ。この車の欠点を、はい、マニュアルエアコンです。はい、マニュアルエアコン。ここはどう取るかですよね。はい、そうですね。正直いくとオートエアコンついてて欲しかった。はい。で、特にポルシェのこのマニュアルエアコンって、はい、数字も出なければ、はい、まあ、マニュアルなんで当たり前なんですけど、はい、数字も出ないし、この、赤くもならないし、ね、青くもならないし、非常に分かりづらいという欠点、ね、ちょっと分かりづらいかなっていう、はい、だからこれちょっと確かめて、おうって感じなんで、ね、まあここだけかな。はい、ただまあこの辺って結構触る人と触らない人結構分かれると思うんですよ。そうですね。オートでずっと常にする人と、まあ本当にマニュアルで微調整ちょこちょこやってる人とかいろいろいますもんね。はい。なんで、まあ、できればついててほしかったですけど、まあ、屋根開けちゃうとオートも下手くもないですからね。ないですけどね、はい、はい、こんな感じになっております。行きましょう。はい、行きましょう。いや、開放感素晴らしいですね。ああ、もうこれからの季節最高っすよ。本当に今日ぐらいの風だとこれ開けといて、ここ昼寝するのちょうどいいんですけど、なんかもう本当に車の楽しみが屋根が開くっていうだけで一つ増えません？はい、全然違うと思います。なんかもうただの移動になってる、例えばですよ、はい、通勤とかで使ってれば、はい、もうただの移動だったのが、はい、この屋根が開くっていうだけですごい楽しい時間になる気がするんですよ。同じ道走っても屋根が開く車だとめちゃめちゃ楽しいですよね。よいしょ、行きましょう。もう今回は終始屋根開きでいきましょう。はい。あ、乗りやすい。そして屋根が開いてると周りの音がめっちゃ入ってくるんで、ね、どこどこサウンドは気にならないです。そうですね。あ、そして乗り心地結構いいですね。いいですね、全然いいですね。まあ、もちろん今コンフォートって、はい、コンフォートになってますけど、ね、コンフォートというかノーマルになってますけども、はい、いいな。いいですね、ボクスター。いい、いやいや、ボクスターいいですね。いや、もちろんその NA4 リッターの魅力はあると思うんですよ、はい、けど価格差結構でかいじゃないですか。はい、大きいですね。でそこまでいくといろんな違う車種も見えてくるじゃないですか。見えてきますね。そうなんですよ。でポルシェのターボってなんかそんなにあんまりこうマイナスなイメージないんですよね。はい。まあもちろんそのターボっていうグレードがあるし、はいはい、現行車種1個前からもう全部ターボになってるじゃないですか。そうですね。ターボになってますからね。はい。はいちょっと伊田さんこの気持ちよさを取っといてください。いやこの開放感と開放感やばいですねこれ。えすごいこんなトルクあるんでしたっけ？トルクあるんですよ。えめっちゃ気持ちいい。最近やっぱり仕事とかでこうまあ移動で走ってると、はい、まあボクサーとかもそうなんですけど、はい、まあ911の株とか。はい、オープンで走ってる人すごくよく見かけるんですよ、ね、でその度に、はい、羨ましいなと思いながら見てるんですけど、ちょっとやっぱり乗っちゃうといいな、さらにいいなってなりますね。で意外に冬も、はい、行けちゃうんですよね。そうですよね。冬開けてる人って、はい、いやもうなんかこんな寒いのにオープン開けちゃってとかって傍から見ると思うんですけど、はいはい、実際シートヒーターもついてるし、はい、まあポルシェこう首からエアコン出るのとかないですけど、はい、意外にちゃんと着てシートヒーターをオンとかにすると、ね、冬でも全然屋根開けて乗れるんですよ、ね、乗れますよね。ただ夏だけはどうにもなんないですからね。夏はちょっときついかなって感じはしますけど、はい、そして乗った感じは、やっぱりだいぶいいっすね。このステアリングのこのニュアンスと、はい、ちょっとこの足の動きが本当に絶妙なんですよねポルシェ。ちゃんとこう操作してて楽しいというか。で低回転も全然もっとトルク細いかなと思ったらもう全然十分ですよね。はい、もう全然2000回転以下でも全然シフトそんなに頻繁に触らなくても、はい、全然普通に乗れちゃうっすね。こんな乗り心地よかったっすね。そうですね。スポーツプラスを一緒にしときますね。はい、あれこれオートブリッピングもついてるんでしたっけ？あ、そうか、スポーツプラスにするとか。そうですね。はい。ちょっとじゃあ参ります。いつものポイントへ。いやーいい。気持ちいい。気持ちいいですよね。ですね、風の巻き込みはめちゃあります。はい、多分窓ガラス開けてるから余計なんですよね。これ閉めると多分そんなに。いやでもこことここは感じますよ。結構ここはきますけどね。はい、これついてでも結構ここの動き感じますね。そうですね。だちょっとラグジュアリーなクーペからのオープンカーみたいな、はいはい、まあ、C とか E とか S とか、はい、あの辺よりかはやっぱりこうここもないし。そうですね、ここないですからね。車内の空気の動きは感じます。ちょっとありますよね。気持ちいい。気持ちいいですよ。いいな。開けてるとこう周りの匂いというか。ああ、そうですね。いろんなものを感じられますよね。いやもう正直いきますね。取る前は、いや4リッターの方が乗りたかったなって思ったんですよ。なんかもう全然そんなのどうでもよくなりますよね。であとはこのどこどこサウンドは、はい、どうかなってとこですね、はい、受け入れられるかどうかじゃないですか。いいな。別になんかこの商品車を無理やりこうよく見せて販売しようとかって言うんじゃなくて純粋にちょっと欲しいなっていう、はいはい、だ別だと思うんですよね本当に6発のとか911とかって、はい、そうですね、別の車、はい、なんか別に省かれてるわけでもなく、はい、なんか省略されてるわけでもなく、ないですね、はいはい、それぞれの良さちゃんとあるなっていう。気持ちいい。日差しも感じれてもう本当に気持ちいいです。ただ伊藤さん言ってますけど女性受けはちょっとそうなんですよね。やっぱちょっと紫外線だったり風だったりで、はい、そうですね、はい、ちょっとこの外を取ってください。はい、これを。はい、はい、もう日差しがでサングラス必須っすね。サングラスは欲しいですね、はい、だってここから光入ってきますからね、は気持ちいい。ちょっと走り行きたいですね。そうなんですよ。ドライブ行きましょうよ、板田さん。本当にこれドライブ行きたい車です。ちょっとね、この辺からちょっと桜もうちょっと散りかけてますけど、最高。こういうところを走るのは最高ですね。なんかちょっとお花見行こうぜみたいな、車で車でそのままこう。通ってっていう感じ。夜景見に行こうぜ車でっつって。完璧ですよ。あともう一個いいなと思うのは、はい、この驚異のリセール。そうですね、リセールはいいですからね。びっくりしたっすよ。めっちゃ残ってますね。残ってます。だそれ GTS っていうところも結構大きいのかなっていう。それもありますね。だから本当にポルシェってなんか懐が深いというか、はい、めちゃめちゃこうレーシーなやつもあるし、はい、そうですね。うまく作ってますよね。こうグレード設定というか。だって言ったらもう911の発展系の車しか作ってないメーカーですよ。どうかしてますよ本当に。本当にレンジローバーぐらいどうかしてると思いますよ。レンジも SUV しか作ってないじゃないですか。そうですね。でポルシェも911の発展系の車しか作ってないじゃないですか。はい、もちろんマカンとかカイエンとかパナメラとかありますけども、どっかこう大元のその911の、はい。はい、そうですね。なんか感情を感じるじゃないですか。はい、でこれだけなんか普段乗って楽しい車だったりとか、 そうですね、もうそれこそサーキット走って本気で応えてくれる車だったりだとか、はい、パナメーラとかカイエンみたいに大人4人5人乗って300キロ移動できる車があったりとか、はい、そうですね、はい、これはやっぱりファン多いっすよ。いいな。でさっきちょっとこのアルカンターラじゃないのか問題もちょっとさっき話してましたけど、はい、カメラ回ってないところで、はい、僕逆にいいと思うんですよね。はい、使用感出ないじゃないですか。そうですね、使用感は出ないですからね。アルカンステアって、まあ、もちろんその使っていくと毛が寝てっちゃうんで、そうですね、潰れちゃってトゥルトゥルになってきちゃいますからね。速い速いっすね。 2.5 も速いわ。まあそらそうっすよね。車重だって1400キロぐらいでしたっけ。軽いですね。はい。屋根開きでそれですからね。音いいな、しかも。音いいですね、意外と。回すと。はい。しかも音が感じれるじゃないですか。感じれます。屋根開きだと。はい。静粛性とかどうこうの前にだって遮るものがない。遮るものが何でもないですからね。めっちゃいい。やっぱり乗ってなんぼっすね。そうですね。乗らないとちょっとこうわからない車でありますからね。スペックとかなんか、はい、いやもう一個上にもっといいのがあんだよなとかって、はい、いやいやいやちょっと乗ってみてくださいよって感じですよね。そうですね。いい車だ。ちょ GTS 探そうかな。 GTS 探して。いやでもスモ乗るとめっちゃいいんですよね。いやスモ全然いいと思いますよ。だから決められないです。まあご予算と。そうですね。はい、いやいやだから本当に予算と、はい、あとはまあ自分で譲れるもの譲れないものって結構ありますからね。それぞれ違うと思うんですよ。はい、いやいやもうエンジンのその出力的なものとか、はいはい、あこっちか、はい。いやもう絶対大排気量6発でしょっていうとまたちょっと縛りが違ってきますし。違いますからね、はい。いやいや快適装備いっぱいついてる方がいいでしょっていう方もいらっしゃると思うんで。まあその辺は本当に自分に合ったものを選んでいただけるといいんじゃないか、はい、で今回は割と多くの方にお勧めできるかなと。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいいな本当に。いやいやいいっすよ。いや本当に来る前まで4リッター派とか言ってすいませんでした、はい、いや全然全然大丈夫です。じゃあ最後になりますけども、はい、最初に言ってた4リッター 2.5 リッター、はい、どっちか買うの問題、はい、決められません。そうですね、はい、どっちもいいなっていう、いいと思いますよ、はい、まあそれぞれそのエンジンの特性も違いますし、ね、走りも違いますし、はい、ただまあ装備だったりだとか、はい、まあその辺でも結構、まあ、個体によっては差があると思いますし、そうですね、やっぱり300万円っていう差がやっぱり市場でありますけれども、まあご予算だったりだとか、まあいろいろあると思いますけど、まあビビッときた車を選んでいただくっていうのが一番間違いないと思います。というわけで全然答えになってないんですけども、今回こんな車をご紹介させていただきました。買い取りなんかもやってますので、もちろんです。お気軽にお問い合わせください。というわけで今回はポルシェ718ボクスター GTS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。